軍艦機、軍艦機、軍艦機、ソ村とは、軍隊、主に海軍に所属する艦船であることを表彰するために掲揚する気象である。軍艦は国際監修法、公開に関する条約第8条並びに国連海洋法条約第29条により国籍を示す外部標識を掲示する必要があり、船舶における軍艦機の形容はそれに該当する。 軍艦機は、戦闘時には戦闘機、バトル、エンソンとして用いられる場合もある。また、軍艦機とは別に、船の国籍を示す際に、艦首部分に掲げる、国籍機、艦首機とも、ジャックが個別に定められている国があれば、軍艦機のみを定めている国や、国籍機のみを定めている国もあり、各国で異なっている。軍艦機とは別に海軍機を定めている国もある。 平時において、軍艦は、停泊中は午前8時から日没までの時間。航海中は、常時、完備の旗座をないし下げた、ガフに、軍艦機を掲揚する。戦闘時においては戦闘機としての掲揚が行われる。海上自衛隊霊式規則、昭和40年5月24日、海上自衛隊たち第33号、第21条。 自衛官機を形容しまたは降下する場合によると、自衛官において定時に自衛官機を形容しまたは降下するときは、定時十秒前にラッパを持って、気をつけを礼して定時に、ラッパ君がよ、帝国海軍及び陸軍で使用していたものと同じ、ラッパ用の曲、ラッパ符で、一般の楽譜とも陸上自衛隊と航空自衛隊で使用する君よのラッパ符とも異なる一回を、そうするものとし、 当直士官は、環境または、ご看板付近において、形容、効果を指揮しつつ、自衛官機に対し拒手の敬礼を行う。環境及び、露天看板にある者は、自衛官機に対し拒手の敬礼を行い、その他の場所にある者は、姿勢を正す敬礼を行う。海上自衛官は、陸岸において、自衛官機の形容または、効果を目撃するときは、その場に停止し、 当該自衛官機に対し敬礼を行う。音楽隊の乗り組んでいる自衛官が外国軍艦と同所に在泊し、定時に自衛官機を敬用または降下するときは国家を創した後外国軍艦の主席指揮官の先人順序により、築地当外国の国家一回を創す。ただし、外国の公安に在泊するときは国家に続き当外国の国家を先に創するものとする。自衛艦が 外国軍艦と同所に在白し、定時の自衛艦機の形容をまたは、効果に際して、外国軍艦においてそす、国家を聞き、または自衛艦において、外国の国家をそうするときは、環境及び、露天艦板にあるものは、自衛艦機または、当外国の軍艦機に対し挙手の敬礼を行い、その他の場所にあるものは起立して、姿勢を正す敬礼を行うものと定められている。 かかる取り扱いは、海上自衛隊員以外の海軍においても、基本的に同じである。これらの海上自衛隊における、自衛艦機に関する例式については、海上自衛隊の例式も参照。また、軍艦以外の船舶は、軍艦とすれ違う際、敬意を表してその掲げている国旗を反下して、行う敬礼、反旗をするのが通例である。これを受けた軍艦は、 軍艦機ををして、当例を行い、また、国際信号機で、ご案号を祈るる。して答える国連海洋法条約第三節において潜水船その他の水中航行機器が無害、通行権を行使するためには沿岸国の領海においては海面上を航行し、かつその旗を掲げなければならないとされており、20条潜水艦も他の軍艦に 同じ権利を得るためには国旗または軍艦機等を形容する必要がある。アメリカ海軍や海上自衛隊のクック -19 エア、クッション型用陸艇ではプロペラへの巻き込みを防ぐため軍艦機を形容せず、気象を停滞へ塗装することで代用している。日本の艦備に形容する旗については江戸幕府が幕府海軍に導入した様式船の 総船印として、日の丸を制定していた。明治維新後の日本海軍でも、1870年10月27日、明治3年10月3日制定の海軍、五気象国気象波諸気象を、テーム、明治3年大上官布告第651号において、完備用の海軍五国旗及び、選手気象として、白根のくれない日照が定められ、挑戦と、 同じく幕末以来の単純な日の丸を使用しにいた。1889年、明治22年10月7日、海軍気象条例により、帝国海軍の軍艦機として16条曲日機を遺称とする旗が定められた、大日本帝国海軍の気象も参照。なお、曲日機、16条曲日機自体は、 軍艦期制定から遡ること19年前の1870年6月13日、明治3年5月15日、帝国陸軍が大乗艦布告第355号において、陸軍を国旗、1879年、明治12年、軍旗に、解消として、日本史上初めてこれを考案し定めていたものである。そのため、帝国海軍の軍艦旗は、その遥か以前に考案。 制定されていた帝国陸軍の軍旗、陸軍五国旗を模倣したもに過ぎない局実旗を参照。しかしながら帝国陸軍の軍旗をそのままコピーするのではなく、朝日の日章一が中央の軍旗に対して軍艦機は旗竿側によるものとした。以降、16条局実旗は日本の軍艦機として用いられたが、第二次世界大戦、太平洋戦争、当時故障。 大東亜戦争の敗戦による海軍解体に伴い汎用となった。その後、海上保安庁令下の海上警備隊を経て、1952年8月に保安庁警備隊が発足した。これに伴い、総海戦を伴った海上保安庁の航路警戒部門が警備隊に移管され、警備隊は初めて船舶を保有することとなったが、この船舶に掲げる旗が必要になった。 時間的な余裕が乏しかったことから、当初は国際信号機の数字機7で代用していたが、後に体内から募集した図案をもとに、中央に赤色の桜花を配し、地は青色の横島7本及び同幅の白色横島9本を描いた警備体記が制定された。その後、1953年、昭和28年後半になると自衛隊創設の 気運が高まっており、11月頃から従来の組織編成や気象、服装などが見直されるようになっていた。警備隊機は会場での視認性に問題があったこともあって、警備隊でもこれに代わる新しい気象の制定を検討しており、部隊では旧軍艦機を支持する意見が強かった。第二幕僚幹部では、C の情勢はこれを許す状況にないのではないかとして、 二の足を踏んでいたが、次の方針で、新しい気象を考案することとなった。当時、第一幕僚幹部、後の陸上幕僚幹部でも、大気の研究を行っていたが、同幕僚幹部では、東京芸術大学の指導を受けていたことから、第二幕僚幹部でも第一幕僚幹部を通じて、同大学の意見を聞きたところ、舞台の旗としては、旧海軍の軍艦機は、最上のものであった。 国旗との関連、色彩の単純鮮明、海の色との調和、四季の紅葉等、すべての条件を満たしているとの回答があった。また、与内三政海軍大将の親戚にあたる画家の与内水宝に極光を主体とする新しい自衛艦機の図案を依頼したところ、旧海軍の軍艦機は黄金分割によるその形状、日照の大きさ、一置光線の配合など実に素晴らしいもので、 これ以上の図案は考えようがない。それで、旧軍関係そのままの寸法で一枚書き上げた。お気に召さなければご辞退いたします。画家としての両親が許しませんのでとの申し出を受けた。1954年、昭和29年6月上旬に、保安庁で、気象制定の審議が開かれた。旧海軍と同一の旗を用いるか否かに議論が集中したが、最終的には、 原案指事との結論に達した。6月9日の第5次、吉田内閣の閣議で正式に決定され、自衛隊法施行令、昭和29年政令第179号により、帝国海軍と同じ規格の自衛艦機が制定された。制定にあたり、吉田茂首主将は、世界中でこの旗を知らない国はない。どこの海にあっても、日本の艦、船であることが、 一目瞭然で誠に結構だ。旧海軍の良い伝統を受け継いで、海国日本の守りをしっかりやってもらいたいと述べた。自衛官期は、引き渡し式に続いて行われる自衛官期授与式により内閣総理大臣から交付され、助席または支援船に区分変更される際に返納されることとなっている。自衛官期授与式では、儀礼曲、海の先盛りが演奏される。 日本の軍艦機は、このように、日本陸軍機、連隊機と同様に考えられている側面もあるが、陸上で、部隊指揮官や、司令部、特に連隊長や連隊本部の所在地を示す、軍機とは異なり、国際法上の船舶の国籍を表示する機能が、重要であることから、扱いは異なっていた。日本陸軍の軍機は、連隊の象徴として、編成時に、 陸海軍の大元帥たる天皇から真摯されるものであったため、再交付は原則として行われなかった。そのため損傷したり退職しても、修理や再染色をしないことが多いどころか、むしろひどく損傷していればいるほど、数多の激戦を経験して積み上げてきた格好たる伝統の証として、内外ともに広く認証及び陳徴されていた。そのため連帯機は棒だけになり、 旗自体の識別が困難で標識の体裁をなしていない、もの珍しくなかった。これに対して軍艦機は常時、雨や日光、潮風にさらされるため劣化が早くあくまで消耗品として割り切られており、艦内には常に複数枚の予備が積み込まれていた破損した軍機は軍需部で交換された。これは常に鮮明な旗を掲げることで、 会場でも不備なく国籍確認が行われることが重視されていたからである。しかしながら、シンボルとしての軍艦機は、連帯機ほどではなくとも損するされる存在であり、艦艇の総員体艦、沈没時には、軍艦機効果を経て回収することが求められていた。随格と。日本海軍では、長期出動で補充ができなくなった場合、補修用記事、アルパカで、 信号員が縫製した。この作業のため、信号兵は公開学校協定で軍艦機及び信号機等の製作、補修の協練を受けていた。さらに高速で動き回る駆逐艦や潜航、浮上を繰り返す潜水艦の場合は特に消耗が激しいため、航雨時は手製軍艦機で代用することもあった。通常、軍艦機の管理は国旗や 信号機類と共に信号部が担当。公式使用時のみ、ご写真の棒持ちと共に内務課が担当する。軍艦機には六種類。人の半副、二服、三服、四の、六服、八幅。人の三十六センチメートルあり、艦首や式典によって形容する大きさが指定されていた。なお、帝国海軍の戦闘機とは、 各艦艇が戦闘の目的で出動するとき、後部マストに形容した軍艦機を指す。海上自衛隊の艦首機、首艦機、国籍機も帝国海軍と同じく日照機、日の丸である。形容は港に停泊中に自衛艦機が形容されている間には艦首に、航海中は指揮官が国籍を表示する必要がある。認めた場合のみ、メインマストに形容する。 また国旗と内閣総理大臣旗等または指揮官旗等、併用する際には国旗は無限に併用する。陸上自衛隊の自衛隊旗、八条曲実旗と違い、海上自衛隊の自衛官旗は国際監修上、国旗と同様の扱いがされるため、指揮等で関越台の前を通る際は、関越官、関越官の指揮官また含むは自衛官に対して敬礼を行い、 毎日形容、降下するも自衛艦機であるため、日本の国旗は、監視機、日章旗、日の丸と呼んで区別することが多い。なお主要艦船部隊以外の部隊、総監部、航空基地などは、陸空と同じく国旗を形容しており、単に国旗と称している。イギリス海軍の軍艦機は、イングランドの国旗をベースとし、白地を赤十字で4分し、関東に、 国旗、ユニオンジャックを拝したホワイトエンサインと呼ばれるものである。なお、青地、ブルーエンサインであれば海軍予備隊機あるいは政府戦機、もしくは一定の条件を満たした民間戦機であり、赤地、レッド、エンサインであれば一般の小戦機である。監視機は国旗と同一。このホワイトエンサイン型の旗はイギリス連邦諸国及び、 植民地であった国の海軍機に広く見られる。アメリカは国籍機のみを定めており、軍艦機は正常機をそのまま形容する。現用の国籍機は元は独立戦争時に用いられたもので、ファーストネイビージャック、セファーストネイビージャックと呼ばれる。正常機と同じ十三本の紅白のストライプを横切る形で描かれたガラガラヘビと、ドントトレッドを n m e 私を踏みつけるなイコール我々の自由と権利を蹂躙するなのモットーが書かれている。元は、正常機の関東部が国籍機として用いられていたが、2002年9月11日以降は、連邦政府や商船などを非海軍用機に変更された。これと似たもので、アメリカでは、ガール。こちらではガラガラヘビはトグロを巻く図案で、黄色地である。これは、 国籍の識別という国籍基本来の目的を阻害しないためである。一般的には民間用であるが、歴史的に大陸海兵隊で用いられた経緯などから、現在もアメリカ海兵隊で使われることがあるほか、アメリカ陸軍の演習ワッペンにも同じ図案があり、最近のティーパーティー運動など、愛国的な意図でよく用いられる。ロシアでは、停戦時代の十七世紀末、 京都の大帝のデザインによる白地に青十字の聖アンドレイ十字機が海軍の軍艦機に定められた。1992年ソ連崩壊後のロシア連邦になってから旧国旗と共に復活した。ドイツの海軍機は生態の変動による国旗の変遷と共に変化しているが全体または一部に国旗と同一の色黒、赤、金または黒、白。 赤を廃止、中央やや旗竿よりに国を象徴する紋章、衣装をするパターンはおおむね共通していた。ドイツ連邦共和国の海軍の軍艦機は、スカンディナビア半島、バルト海沿岸諸国で伝統的に使われてきた塩尾系のものになった。中国の軍艦機は、星の隣にあるのは、貫数字。 81を図案化したもので、人民解放軍県軍の日とされる南昇期にのあった1927年8月1日を意味する。陸軍はこの制白の部分が緑で、空軍は胆制となる。中華民国海軍の軍艦機は、国旗、青天白日万地公旗と同一である。スカンディナビア半島バルト海沿岸諸国は、伝統的に旗の右側、 旗竿の反対側に塩尾系の切り込みを入れたものを海軍機としてきた。第二次世界大戦後のドイツ連邦軍もこの伝統に習って海軍機を塩尾型にしている。独立した沿岸警備隊を有する国では海軍との違いを明確にするため別途制定された剪定機、エンサインを形容することがある。海上保安庁では羅針盤を図案化した。 海上保安庁長旗を制定しており、船舶の引き渡し式ではマストから造船会社の射機を、降下、海上保安庁長旗を形容して、引き渡しが完了する。沿岸警備隊以外の航船や商船は船尾に、国旗、商船機、船主機に射機を掲げる。形容するのは、船籍の国旗であるため民間企業では、所在地と異なる国旗を形容する船も多い。 全日赤線。造船会社では顧客に引き渡すまで旗を掲げ、引き渡し式で顧客の使用する旗に切り替える。国際法とは無関係だが、日本の漁船は縁起を担ぐため出港、入港時に大量機と呼ばれる旗を掲げる慣習がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。